NT タイプの結婚生活、まあ、続き Please Understand Me 2カーシー博士というところで、まあ、NT タイプと結婚すると例えばその、はい、なかなか好きって言ってくれないとか、はい、感情を表してくれないとか、はい、冷たく見える、はい、みたいなのがあったが、それはその NT さんは、はい、いや結婚生活を続けてるっていうことは、はい、それって好きって同じ意味じゃん、はい、っていうことを思ってるかもしれないとか、はい、別にこう愛がないわけじゃないって話ですよね。続けてますもんね、はいはい、続けてるっていうか愛がある、まあ、愛の表現方法があって話、はい、嫌いとも言ってないでしょって話もありそうですね、はい、という方なんですけど、まあ、その続きをこの NT の人なんですけども、はい、仲間からひょうひょうとしていると思われることがある、はい、とかっていう表記もあったんですけども、まあ、基本は理論的なものにしか興味がなくて、はい、家でもパートナーが横にいるのにずっと本を読んでたりとか、はい、それは友達といるところでも、まあ、そんな雰囲気の彼らなんですけども、はい、そういうものには興味のない NT タイプさんが、はい、しかしそのある種合理主義者にとっては所有する必要なしに思いやるというこの理性的な特性、所有する必要なく思いやるという理性的な特性は、まあ、NT タイプさんはその自立性というのもあって、はい、私が自立している、はい、私は自立したいから、はい、周りの人にも何て言うんでしょう、自立した方がいいに近いんじゃないですか。なるほど、はい、と思っているので、はい、その人を助けるとかでも、はい、助けてって言われれば、はい、助けますと、はい、ただ自立した方がいいっていうのも思ってるのと、はい、あとはその駆け引きは嫌うと、はい、言ってくれということなのかなって僕はそういうふうにしかちょっと表現できないんですけど、あと多分あれじゃないですか、分かってくれみたいなのが、察してくれみたいなのが、はいはい、なるほど苦手みたいな、ちゃんと表現をしてくれないとわからないみたいな言葉でね、はい、正確に知りたいんですもんね、正確に知りたいとか、はい、どういうことなのか、何を求めてるのかみたいな、察せよはダメですよね、はいはい、でそういう彼らなんですけども、所有する必要なしに思いやるというこの理性的な人の特性は多くの物質的な財にも及んでいますと。 NT は合理的な安全や快適さのために必要以上の物質的な富を得たり、ステータスや所有の誇りのためだけに高価なもの、車、まあ、カウンタックとかですかね、宝石、衣服を手に入れたりすることには比較的関心がない傾向があると。むしろヴィンテージカーやクラシックな飛行機、精巧な美術品など美しさを楽しんだり、効率的な設計や構造に喜びを感じたり、エレガントな機能に満足感を見出したりすることに満足しますと。カウンタックは持ってるかもしれないですね、今の話だと。なるほど、はい、いやでもなんか僕は、はい、そのロレックスよりも、はい、なんか山田五郎さんって今美術品の説明とか、はいはいはい、YouTube でされてる方が、はい、お尻評論家でもある、はい、あの人がそのケンブリッジと同じ時計のレプリカを持ってますとか、はい、そっちだと NT っぽいのかなって勝手に思ったりしましたけどね、はい、そのまあなんか精巧な作りとかって話ですよね。確かに、あとロレックスでも、はい、デイトナとかよりもなんか1960年代の、はい、のとか、とかっていう、まあ、最新のものでもなんかテクノロジーがすごいとか、あ、はいはい、そういう意味、カウンタックだったらいけそうじゃないですか。あのベンツとかだとあなるほどいらないみたいな、アーマーゲーとか、ね、アーマーゲーとか、はいはいはい、それぐらいだとそんなに興味がないけど、はい、確かに本当にレースに出るレベルのフェラーリとかだったら欲しいと思ったりする。意味があるかもしれない意味があるかもしれない。 NT はそのような高価な玩具を所有するために必要な富を手に入れたいと思うことはあっても、その衝動が長く続くことは滅多にないと。彼らの興味はすぐに理論的なものに戻り、裕福になりたいっていう一瞬の興味は消えると。しかしある種この合理主義者にとっては所有したくてたまらないものであり、時には喜ばせ、仲間を喜ばせ、時には苛立たせるものがあると。土地は NT にとって所有欲の強い財産の一つであり、これは
個人の自由と自立性を保障したいという欲求と関係があるかもしれないと。道具を所有することもまた NT の弱点であり、電動ノコギリ、ビデオカメラ、コンピューター、ハードウェアなど便利だと思った道具の最新で最も効率的なデザインのものを購入するコストは考えないと、はいはい、そういうことですね、はい、合理的な人はどんな問題が起きても対処できるかのような有能感を好むので最高の道具に囲まれていると、まあはい、やっぱりいいものって高いですもんね、はいはい、カメラでも、まあ、そういう、ね、結果高いものを買うことはあるかもしれないけど、はい、高いからみたいなので買わないみたいな感じ、どうだはやる気はないけど、はいはい、結果高いものを持ってる、結果高いものは持ってるかもしれない、はい、釣り竿とかね、はいはいはい、そしてまた NT は本を所有することに興味を失うことは滅多にないと。専門誌、辞書、哲学、歴史、伝記などこのレクリエーション用の本、またトークを想像する作品、歴史小説、スパイ小説など、また数学パズル、複雑なゲーム戦略、チェス、ブリッジなどの本がそうであると。土地っていうのは、はい、なんか僕は SJ の世界だと思ってたんですけど、はいはい、歴史と、はい、財っていうのがもう、はい、まあ日本では硬いと言われている、はい、NT さんもそうなんですね。まあ、自立って書いてありましたね。今出てましたね。出てましたね、はい。それを象徴するものだからみたいな。SJ 的にはそれは何て言うんでしょう、はい、法でルールで定められたものじゃないですか。 SJ は所有欲が強いタイプですよね、はい、いろんなものを溜め込みたいタイプですよね、はいはい、NT さんのそれは自分が自立しておくのに、はい、何て言うんでしょう、その象徴みたいなところじゃないですか。そこに住む場所を確保したみたいな。あ、はい、なるほど。理性派にとってフォーレーショナルズ、理性派にとっての官能、はい、団子二六の官能、はい、官能は理想派なのでこれはアイデアリストですね、はい、NF。 理性派にとっての官能は理想派にとってそうであるように想像力と大いに関係があると。どちらのこの NF、NT どちらも職人、ガーディアンが無関係のもの、まあ、SJ、SP が無関係、あるいは理解できないと思えるような肉体への親密さの創造的なニュアンスを理解することができると。 NT、NF の両方が肉体関係を通じて発信するメッセージは性的な出会いへの誘いかけが微妙で象徴的なものになるにつれて時間の経過とともにますます複雑になっていく傾向がありますと。さらに NT の結婚生活における性的満足の度合いは関係の精神的な親密さと相関関係にあり、通常性行為には単なる遊びや性的な緊張からの解放以上の意味が与えられます。はい、わかる、言ってることはわかります、はい、どうですか。わかりますよ。なんて言うんでしょう、はい、性的な緊張からの、はい、解放以上の、はい、意味が与えられると。これも魂のつながりですよね、はい、あ、まあ、でも違うんじゃないですかね。違うのかな。魂は NF ですよね。 NT さんは何なんでしょうね。わかんないです。その表現は多分どんな感じなんですかね。いや、なんかそういうことなんじゃないですか。つながってるっていうことじゃないですか。はい違うのかな。あのミスチルの隔たりの歌が今出てきました、はい、わずか 0.01m 1ミリの、はい、隔たりよっていう僕はアゲハチョウだと、はい、君はスパイダーだと、はい、そんな感じですよねごめんなさい何を言ってるんでしょうね朝から、はい、すいません、聞かせてしまったかもしれませんで同時にこの理性派なので NT ですね、理性派の想像力豊かなセクシャリティのあり方は時に肉体的な本性の完全な表現を妨げることがあると。特に NT の女性は交際相手が時間をかけ努力し体だけでなく心も興奮させながらお互いの考えを探り合いロマンチックなアプローチをする必要性を理解しない限り性的な反応に難色を示すかもしれないと。実際 NT の女性は自分と同じくらい聡明な伴侶か少なくともその人の頭の良さに大いに感心する相
手でなければ性的な刺激を受けないと思われると。そのことは知的な女性 NT が限られた選択肢の中に置かれることを意味していますと。なるほどね。はい、なるほどね。いや、なんかその動物的じゃないですか、男って。時に、はいはい、NT さんはそれがうんってなるんだとすると、はい、そりゃきついですよね。ロマンチックとかでもないって言ってましたね。ロマンチックでもないって言ってましたね。はい、はいはい、だからあれじゃないですか、理論的な、そうなんですね、知的な興奮みたいな、はい、男性 NT の頭脳力に関する基準は少し異なりますと、はい、彼らもまた自分と同じくらい頭のいい相手を好むが、実際彼らは知能の低い女性を敬遠するとで、他の個人的あるいは家庭的な才能を考慮すれば、伴侶が全く自分と同じ知的能力である必要はないという態度を取る傾向が高いと、はいはい、男性はその辺を効率的になんかパパって、はいはい、まあ、袋なのか分けてこっちが高ければ OK みたいなことをするっていうことですね。社会の問題じゃないですかね。社会の問題です、はいはい、こう、まあ、男性が働けばいいみたいな社会があるから、はい、知的なのは自分が知的であれば大丈夫みたいな、そういうことですね、はい、で女性は相手が知的じゃないとみたいなことを考えるみたいな、はい、多分社会の問題だと思うんですよ。ただ、はい、コメントでですね、はい、これはマリモちゃんからですね、はい、まあ、自覚が ENTP だと、はい、なんか昨日の動画でね、はい、いろいろその冷たいとか、はい、好きって言ってくれないとかっていうのを言ってたんですけど、はい、まあ、こっちもね、はい、マリモちゃんがね、こっちもね、はい、学んでますと、はい、でちゃんと学んでるので、はい、過去になんか、あ、冷たい、これやると冷たいって思われるんだっていう経験を積むと、はい、やるようになると。はい、で好きって言ってくれっていうのも言われるから、はい、ああこの程度のことを気遣うだけで、はい、相手が満足するなら、はい、やってあげるよって、はい、いう、はい、なので NT でも恋愛も結婚も問題ないと思いますなんてコメントいただいてですね、はい、僕もそう思います。僕もそんなタイプですああなるほどね、はい、全くそんなこと思ってないけど、ああまあ言えばいいのねっていう。全くそんなことを思ってないじゃないですか。とは言ってない、確かに、はい、とは言ってなかったです、ごめんなさい。 NT は愛情がないわけじゃないって話ですよ、はい、確かに言ってた、はいはい、ただ表現をしないだけ、はい、で表現をしないことで関係が崩れたりするので、はい、その辺はみんな学習しますよねって話ですよ。なるほど、はい、それをごめんなさいね、なんか僕を、はい、心がこもってないとかって、はい、受け止めがちですね、はい、周りがね、はい、はい、だから勘違いしないようにしましょうみたいな話でしたもんね。この人たちは愛情がないわけではありませんみたいな、はい、僕が今ピグマリオンプロジェクトを発動していました、はい、今、はいはい、ふう、なるほどね。